江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。今回もですね、ケイ君の小さなニュースの詰め合わせ、ミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。今回はですね、まず今日3つしかないんで、サクッとご紹介していきますけれども、まず1個目、こちら軽いニュースです。ケイ国でですね、アフリカ会議をやってるらしいんですね。で、ユン・ソクヨル大統領、2日間で25カ国の首脳と個別に会談を行います。ということでね。あ、そうって感じでしょ。あ、そうって感じなんだけど、私それ聞いてびっくりしたんですよ。今月ですね、4日と5日にユン・ソンニョル大統領は25カ国の首脳と個別に会談を行いますということで、2日間で25人と会うということで、できんのそんなことって思うんですけど、テンパるだろ一人何分だよって話じゃないですか。で、当然首脳と会うから、そのね、会う前に準備というか理解というか予習をしてするわけでしょ無理でしょ平気でこういうこと言うもんな。すげえなと思ってさ、びっくりしたよ昨日これは聞いてびっくりしました。はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、補助金なしで軽チップス法は廃棄、韓国半導体業界ため息ということでね、とほほですよ。半導体産業を支援するための法案が今のですね21台の国会を通過できず自動廃棄され、業界のしわが深まっていると。政府が最近支援対策を発表したが、業界が望んでいた補助金の支給内容は盛り込まなかった。米国をはじめとする主要国家が半導体産業主導権を握るために競争的に支援政策を導入する状況で、韓国だけ競争力が遅れるという懸念が大きくなるという、まあ、大きくなってる、もうなってますよってことですよね。まあ、AI であんだけ出遅れてるからね。軽チップス法は半導体など国家戦略技術施設に投資する大企業と中堅企業に 15%、中小企業に 25% の税額控除を提供する内容を含んでいると。まあ、間接支援ですね、これは。で、これが、今年末に、この、政策が終了しちゃうんだって、期限付きだから。21台の国会で軽チップス法を2030年までに6年さらに延長する改正案が発議されたが、与野党の政争に押され通過が無賛となったということ。韓国の半導体支援対策が政策が一歩踏み出す間、主要国は多感な支援に乗り出していると、まあ、それはご存知の方もいると思うので、ね、割愛しますけど、韓国政府は最近26兆ウォン規模の半導体産業総合支援プログラムを発表した。問題は直接的な補助金の支給がないという点だ。さっきみたいに税額控除ですか、海外国家は直接的な補助金を通じて支援効率性を高めているが、韓国政府は税制給付が補助金支援と同じであり、直接的な補助金支援には否定的だと。業界では22台の国会、次の国会でできるだけ早く半導体支援法案が立法されることを希望している。だがしかし、与野党の政争が激化し、葛藤が大きくなる点が変数だと。で、まあいろいろあるわけですよ。で、与野党が極端な対峙を続ける場合、対峙を続けない時を知りたいね。半導体支援法立法に対する議論は押されるだろうという懸念が大きくなる。で、まあ廃案になるでしょうな。与野党が極端に対峙しない時っていつなんですかね。見てみたいですな。なんか年頃にやってる時なんてあるんですかね。ちょっとこいつ時間問いただしたいですけど。はい、じゃあ次行きましょう。次はね、大したことない話題です。歩道にね、60メートルの段差があるんですって。ちょっとバス停があって。まあ、いいですよ。100歩譲って段差があってもいいですよ。でも、落ちますよね。なんかベンチがこれだからね。ベンチがこれで、ここが60メートルあるんだって。で、危ねえだろってみんなから言われてんだけど。で、結局ね、まあこれ、解消されるらしい。
本当だ。まあ60センチもね、段差つけるんだったらここに多分手すりが必要かなんか、なんかね、あの転落防止策みたいな感じで、こうちょっとこじゃれた手すりとかが必要な感じもしますけれども、ないから、もう結構前から言われてるんですよこれ。それで、もう今回やっぱりやめましょうということで、補修工事やるらしいですよ。はい、ということでね、少しは考えればわかるだろうって思うんですけど、ここのあれですね、このビルの地上とこの路上の地上の差が大きいから、こんなことな、こんなデザインになっちゃったのね。もうちょっと やるならやるで、ちゃんと手すりをきちっとバシッとやればいいと思うんだけど、ちょっと抜けてんだよな。はい、じゃあですね、今日はこんだけです。それでは終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。